じゃあ11月のお気に入り紹介をしていきます。もうちょっと早く動画アップしたかったんですけど、あっという間にもう12月になって数日が経ってしまいました。もう今年のお気に入り紹介はこれが最後かなと思います。次が来年の1月の初め頃に12月のお気に入り紹介するのかな。それかもし余裕があれば12月の最後ら辺に紹介できたらなと思っております。では紹介します。まず一つ目が、最初に今日紹介するのは食べ物が2つあるので、その食べ物から先に紹介しようと思います。でん、これです。小鍋っち、キムチ鍋つゆ。こういう商品があって便利だろうなって思ってたんですけど、なぜかあんまり買うことがなくて、でも今年ちょっと寒くなってきたから食べてみようと思って食べたら、やっぱり本当に便利な商品でした。豚肉を入れて食べるのが合いますよね、キムチ鍋で。あと冷蔵庫に野菜があって、どんな料理作ろうか迷ってた時とかでも、こういうのがあったらもう野菜をパッて入れるだけで簡単に美味しく作れるので、これはこれからの季節にも重宝しそうですね。このキムチ鍋の他にも豆乳とか他にもいろいろ味があるみたいなので、それも試してみたいです。これが1つにつき4袋、1人前が4袋入ってます。そう、あ、でコメントであったのが、何だったっけな、最後にうどんで締めてもいいですよみたいな感じで書かれてたので、それも美味しそうだと思って、あれ、それは多分このキムチ鍋ではなかったかな。そう、ちゃんと締めまで美味しいっていいですよね。そう、なのでこれは11月のお気に入り1つ目にします。で、お気に入り2つ目がこちらです。ポーションコーヒー、これはお気に入りに紹介しようと思ってて、まだ瓶に入れてなかったんですけど、こんな感じで。そう、これ美味しい。私何気に無糖の買うのは初めてで、いつもキャラメル味とか、あとモカとか少し甘めのコーヒーポーションを買うことがほとんど今までそうだったんですけど、なんか無糖をそういえば買ったことないなと思って買って飲んでみたらすごい美味しくて、うん、なんかたまに甘いのはあんまり飲みたくないけど、カフェインは取りたいなっていう時にこれを飲もうと思います。カフェオレにして。そう、こんな感じでアフォガードにもできるみたいで、バニラアイスにこのポーションをかけてアフォガード風アイスっていうのもできるみたいです。それも美味しそうですね。そう、これはもう今撮影したので全部出して、あの瓶に、ポーション入れの瓶に入れようと思います。このポーションが今の季節もあるってことは、あれなのかな、冬にもポーションを売ろうってなったのかちょっとよくわかんないんですけど、私としては一年中ポーションはスーパーに売っててほしい商品です。お気に入り商品の3つ目がこちらです。ウカスカルプブラシ剣山っていうもので、ちょっと訳ありで2つ使ってて、で今使っているのはお風呂場に置いてて、でこれはもう1つ買ったものです。剣山で、これあのシャンプーの時とかに使うマッサージ、頭皮をマッサージするものなんですけど、これが剣山で結構固めなんですよ。そう、指だけでは洗えないようなところも洗ってくれる感じがして気に入ってます。シャンプー時に頭皮を優しくマッサージしながら髪をしっかりと泡立てて洗ってくださいって書いてて、これはいいなと思いました。剣山とあとソフトがあって、どっちか迷ったんですけど、ソフトも良さそうでした。でも私はちょっと痛めの剣山を選びました。ソフトだともうちょっと柔らかいみたいです。これがコスメキッチンで売ってるって聞いたので、コスメキッチンに買いに行ったんですけど、もうお店になくて、店員さんに聞いてみたらやっぱり完売してますって言われちゃって、諦めようとしたらバースデーバーっていうお店があって、そのお店は誕生日プレゼントとか取り扱っているお店で、そこのお店に
置かれてました。剣山だけじゃなくてソフトの方も置かれてて、あ、ラッキーと思ってすぐ2つ買いました。だからもしコスメキッチンで買えなかったっていう方はバースデーバーっていうお店も覗いてみてください。他のお店でも多分売ってるかなと思うんですけど、私はそこで見つけました。はい、これが3つ目のお気に入りです。で、4つ目のお気に入り、これが最後ですね。ででん、ハンドシュレッダー、無印のハンドシュレッダーです。最近メインチャンネルで無印の購入品って紹介したじゃないですか。あの紹介の撮影をした後に買ったものなので、メインチャンネルでは紹介できなかったんですけど、結構お気に入りです。今まではそんなに個人情報、例えば郵送物とかが届いても捨てる時に手で破ったりして捨ててたので、あんまりこれは必要ないかなって思ってたんですけど、リモートワークでメモ帳に相手先の企業とかの電話番号とか、あと個人情報まではいかないけど、その情報とかをメモで書くことがあって、そういう時にやっぱシュレッダーあったら便利だよなって思ってて、で買ったのがこちらです。そう、しかもこれ私的に楽しくて、紙を回すのが、枚数は用紙2枚分の厚さまでできるので、もし紙の量がたくさんある方はあまり向いてないと思うんですけど、ちょっとしかないって方はこれおすすめです。こうやってここに紙を入れて回すんですけど、この回す時に紙がシャリシャリして、で毎回あ楽しいってなってます。なんならこうやって回したくていらない紙探すぐらい楽しいです。これはもう買ってまだ間もないけど、たくさん活用しています。これ目印で買いました。以上がお気に入り で本当はあの DHC のリップあるじゃないですか、ピンク色の、あれもお気に入りとして本当は紹介する予定だったんですけど、私のもう唇がちょっとピリピリしちゃって合わなかったので、残念ながらあの商品はもう紹介できない形となってしまいました。でも合う人には本当に合うと思います。ちゃんと潤うし、 それでこれはすごいおすすめってわけじゃないんですけど、そう、これもあの DHC のリップの代わりに買ったって紹介したんですけど、これは、マスクにはあんまり向いてないと思っていて、なので寝る前だけに使ってます。これは寝る前か、あと今日もほとんどお家で過ごしそうだなっていう日はこれを使ってます。お出かけする時とかに使っちゃったら、一回ティッシュでオフしたらまだ大丈夫なんですけど、やっぱりマスクについちゃって、そうですね、美容液だからしょうがないかって感じです。でも使い心地は、唇がそんなに乾燥しなくなったので、その点はいいですね。で、あとはこれがコンビニで急遽買ったんですけど、メルティークリームリップっていうメンソレータムから出ているリップです。唇がピリピリしてるっていう動画を出した時のコメントで、モアリップっていうのがおすすめっていうのを何人かの方が言っていたので探したんですけど、コンビニではやっぱり探せなくて、で急遽も欲しかったのでこちらを買いました。でもモアリップも気になってます。あ、そうで、しかもこのリップ SPF が入ってたような気がする。そう、 SPF が多分入ってました。唇も日焼けしちゃうみたいなので、SPF 入っているものいいなと思って、はい、こちらのコナビッチと、あとブレンディの素、あとプパのスカルプブラシ、剣山と無印のシュレッダー、ハンドシュレッダーでした。この4点ですね。本日もご視聴いただきありがとうございました。また来年かな、お気に入り紹介すると思うので、その時またよろしくお願いします。じゃあ、ご視聴いただきありがとうございました。